製麺作業製麺は麺を製造することである。製品の種類によっては麺の完成後に行う、茹で、加熱、乾燥、冷凍、包装などの工程も含む場合があるなど、製麺の範囲は一概には言えない。粉から加熱前の製品に加工する過程のことは麺打ちとも言う。上天寺には詳細で具体的に製麺法を記した古文書水、磨くの図が残っている。 福岡の上天寺には、1241年南宋に渡り枠を収めた縁理が伝えたとされる製粉機の詳細な図面である、古文書水、磨くの図が残されている。上天寺には、うどんそば発祥の地及び、五万住所の石碑がある。製麺機とは、製麺作業を行う機械である。手打ちより労力が少なく済み、多少融通が効かないことがあってもそれなりに安定した。 製麺作業が行える。製麺機には単体の機能しか持たない製品もある。お店で使う小型の製麺機では、時間あたり100食程度しか作ることができず、生産コストが高くつくが、製麺所で使うライン型の製麺機であれば、時間あたり、加水や麺の厚みにより異なるが、シングルラインで、おおむね1200から2100食の生産が可能となる。生麺、茹で麺、 揚げ麺、蒸し麺等の様々な製麺機があるが、小型の自家製麺機が数百万円なのに対して、ライン型の製麺機は数千万円多く起こす投資が必要となる。大半の場合ロール式を使用して製麺を行う場合が多い。一尺、八寸、六寸、五寸、四寸とロールの口径を徐々に小さくして、段階的に麺生地を薄く伸ばしていく。 一度に薄くすると生地が肌荒れを起こしてしまうので多段階での圧延が必要となる。ラーメン屋、蕎麦屋、うどん屋で自ら製麺を行うことを自家製麺と呼び手打ちの場合と機械で作る場合がある。小型の機械で作った場合でも生産量が限られているため大半のお店では製麺所を利用することが多い。小型の製麺機といえども 機械でありロールやカッターがあるので、素人が操作するのであれば、安全には十分に配慮し、事故を起こさぬ、要安全装置のついた機種を購入することが望ましい、製麺をした麺を販売する企業を製麺所と呼ぶ。様々な製麺所があり、うどん、そば、中華麺、そうめん、最近では生パスタを作る企業等がある。一般的には10人未満例祭企業が多いものの、 数十人から数百人規模の企業まで存在するが、ほとんどの製麺所は地域に根差したところが多い。しかし、大規模量販店等に販売する製麺所の場合は、工場を全国に配置し、年少数百億円規模の企業も複数存在する。製麺所の市場規模は年間1兆円と言われるが、この中には即席麺メーカーも含まれており、実際の製麺所と呼ばれる。 市場規模は数千億円である。スーパー等に販売される小売ルートと飲食店等に販売される業務用ルートの2系統に分かれる。家庭の多くでは製麺された商品を購入して料理を作る。麺類を提供する外食業においてもあらかじめ製麺されたものを購入することがある。なお、2019年10月現在の全国の 製麺書数は4715社であるコートバンク自家製麺ありがとうございます。